ゴールは伊勢神宮、井上和香が絶叫、上り坂舐めてた。早朝から深夜まで悪戦苦闘の過酷旅、ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z。2020年1月4日、と、夜5時55分からは、ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z、第12弾、を放送。2017年3月より、田中洋二&和田圭介コンビが、台本なし、仕込みなし、のアポなしガチンコ旅を展開している。移動は路線バスのみ、インターネットでバス情報を調べるのは NG で、バスの待ち時間のみ観光目的のタクシー利用は可。今回は3泊4日で石川県、加賀温泉から三重県、伊勢神宮を目指すが、途中にある琵琶湖をどう攻略するかが勝負の分かれ目に、マドンナに井上和香を迎え、ゴールの伊勢神宮を目指す。3人は無事、参拝することができるのか？テレ東プラス、では特別に、番組の一部を先取りで紹介していく。現在6マサル5敗、今回も負けて次回も負けたら、田中、畑コンビは引退する約束になっている。それを阻止しようと意気込む井上。片山津温泉湯の元公園からまずは加賀温泉駅へ。バス内では、チャキチャキのノリのいい女性の車掌さんがバスガイドまでしてくれる。なんと珍しい。加賀温泉に着いた一行は、観光案内所へアドバイスをいただき、今度は福井県の吉崎を目指す。が、2分後に到着したバスに乗り込むと、また私ですわ。笑い。と先ほどの女性車掌さんが再び登場。吉崎からの乗り継ぎを親切に時間までレクチャーしてくださり、13時のバスに乗って福井県、あわら湯の町駅を目指せば、そこからなんかできると知った一行は安堵の表情を浮かべる。車掌さんの煽りもあり、県またぎをする際、福井県だぴょーん、とバスの乗客の皆さんと声を上げ、いつになくハイテンションなスタートとなったバス旅。わー嬉しい、と井上のテンションも上げ上げに。そこですかさず車掌さんを見て、加賀の上沼恵美子さんみたいな人？わら、と、ぼそり素晴らしい例えを決める田中。こんなアットホームなバスあります？すごくないですか？これ、と下車した井上は超ご機嫌だが、吉崎の駅ですぐにバスを発見。上沼恵美子的な車掌さんから、13時のバスで、と聞かされていた一行だったが、バスの運転手さんにどこ行きかを尋ねると、じゃあ、わら温泉駅、とのこと。だが、乗ろうかどうしようか迷っているうちに、バスは出発してしまう。バスが走り去った後もあれやこれや検証していると、やっぱり、あわら湯の町駅、よりも、じゃあ、わら温泉駅、の方が大きい駅であることが判明。旗は、しくったかー、と肩を落とし、明るく壊れる井上。笑い、時間はあるので、食堂で腹ごしらえすることに。旗と井上はカツカレーを、田中は山かけそばをチョイス。スパイシーなカツカレーを頬張った井上は、これで、頑張れる。でも歩きたくないですよ。と堅くなに訴えるが果たして、早朝から深夜まで、バス探しに悪戦苦闘の過酷旅、次から次へとトラブルが勃発する。一行は、6戦6敗のピンチを免れることができるのだろうか？2020年1月4日、と、夜5時55分。ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z 第12弾をどうぞお楽しみに。